惜しいな。押さえ方。そうそう、薬指は難しいのよ。だから中指を、まあ人によるんですけど、こういうふうにできる人はこれでもいいんだけど、難しかったら中指も伸ばしちゃう、ちょっと。まあでもこっち触っちゃうからな、伸ばしちゃうとな。やっぱりこうするしかないかな。これ伸ばしちゃうとこの半音下がっちゃうからな。これね、ちょっともう構造的にそうなってるんでしょうがないね。ここは、あ、見えないか。ここは立ててる。ね。これは伸ばす。しょうがないよね。これこうやっちゃうと、こっちついちゃうからさ。もう一つは塞いじゃうから。ファミレド、ドレミファ。極端に言うとね。こんなに極端にしなくてもいいんだけど、でもこれの方が、間違いはないよね。この楽器に関しては。うん、さっきよりいいよ。上がってくるときすごくいいです。上。ファソラシシラソ。うん、シラはいいんだけど、ラシっていうときにどうしてもこう指が一致しないよね。こっちが開けるのと閉じるのと。まあどっちが先って言ったら、まあ下ろす方を先に考えた方がいいかな。まあ下ろす方を先に考える。下ろすと、まあ、よくなってよかった。そういうことだけど、こう少し打つっていう感じね。うん、これはちょっとね、まあ他の楽器もちょっとあるんだけど、オカリナの場合特にそうした方が良いかな。で、ファソラシだから今度ソラシド。ソラシドドシド、かなり意志を持って。ああ、惜しい惜しい。もう一回やって。今非常に終わった。うん。